クレイジーに生きる。生きる。それが成長の鍵。の鍵はい。始まりました。始まりました。僕の呼吸2の方。言った気になる。2の方。新しいこと。急にやらないでもらって。2の方。言った気になる千年ブランド祭りということでですね。第2回目、はい、第2夜ということで、今日もゆうこりん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回も、後ろに、ゆうこりんの後ろに映っている通りですね、山口周先生のご講演の内容からですね、ちょっといろいろとこう深掘りをしながら、深めていくということをお届けしていきたいと思います。はい。はい、で、その前にですね、ちょっと改めてこのビーイングバリュー協会が、こう取り組んでいることというか、まあ、これからどんなことをしていこうかなって思っているようなこととかですね、その辺も少し、ゆうこりの方からお話しさせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。ビーイングバリュー協会っていうのを改めてあなたたち何者なのってあまりにも身内乗りでスタートしすぎるっていう声をいただきましてちょっとちゃんと説明しましょうということになりました。あり方、まあ、ビーイングですねを定めて経営をしていきましょうと。でそういうあり方を定めて経営する人たちをこの世の中に100万人作り出していこうっていうのが、まあ、協会がやろうとしていることです。でその経営って聞くと会社経営っていうのを思いつくと思うんですけど、私たちの考え方では誰もが自分を経営しているっていうふうに考えてるんですね。なのでもう一人一人がもう経営者であるっていう考えを持ってまして、なのでこの自分経営っていうね、一人一人経営されている方、自分自身を経営していこうという方と、あとはその私たちのような、まあ、小規模中小企業のですね経営者で、こう時代の流れっていうものをいろんなこうチェンジを求められている時なの で、その手助けをあり方軸にしていこうということで、この2つの人たちですね、まあ、自分を経営する人たち、まあ、パーソナルブランディングとかもそうですし、セルフブランディングもそうですし、まあ、自分自身で起業したいとか副業を考えているとかも全部そうだと思うんですけど、その自分が生きるってことにビーイングを定めていこうという人たちと、あと実際に組織を経営していくっていう人たち、この組織を経営していくっていうのは、まあ、中小小規模で、規模で言うとね、そういう人たち、要は数が多い人たちですねっていうのと一緒に結びついて、その質を高めていくっていうことをしようとしている協会です。でそのために私たちがこうビーイングって大事だよねって、あり方って大事だよねって、まあ、言葉では言ってるんですけど、あと今ここに専念しようとかね、あとはその、まあ、仏教で言うと中道、神道で言うと中今で、今ここに自分のがいることをマインドフルネスみたいな、いろんな言葉でいろいろ言われてるんだけど、うん、そうじゃなくこう自分の体感とか体験を持ってそれを実践していくってことがすごく大事なんで、その実践していく、今ここに専念するっていう、実践する時間っていう行動っていうものを増やしていける団体になっていこうっていうことで、いろんな刺激物っていうのを、皆さんを刺激するコンテンツっていうのを、まあ、配信していっているんですね。でその一つが年に1回、まあ、大きなイベントとしてやっている千年ブランド祭りという、もう100年とかじゃなくてもう1000年この時代が続く、この世界が続くようなことを自分たちはしていこう。でその1000年という尺にを見た時に、今ここに専念すること、今ここでできること、今ここでこそやることっていうのは一体何だろうってことを一緒に進めていこうと。いう刺激の場ということで、うん、年に1回千年ブランド祭りっていうのを開催しています。でそれの、第この木の呼吸2の方、まあ、第2木曜日はこの行った気になってもらうということで、まあ、今実際に参加した人も参加できなかった人も、まあ、この解説を聞いていったり紐解きを聞いていくと、ああそうだよねっていうふうに今ここに専念する刺激を手渡していこうというふうなことを目的にしている、まあ、第2木曜日2の方です、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、
ということで、まあ、今年は本当にこのコロナの おかげというか、コロナが起きたことで、いろんなことが、このビーイングバリュー協会に変化が起きて、変わってきているっていうのがね、すごい、すごい怒涛の一年だなと思いますけれども。まあ、そんなことも含めたですね、この山口先生のこう衝撃的な、衝撃的。いろんな言葉であったりだとか、比喩であったりだとかありましたので、ちょっとその辺も少し、触れてですね、1時間紐解いていきたいなと思います。はい。はい。ということで、まずは、今日ちょっと告知の中でも、こう挙げていた、その一番初めに山口先生の講演の冒頭に投げかけられた問いですよね。うん、問いっていうのがこうあって、まあ、そこにちょっとこうガツンと多くの人が刺激を与えられたんですけど、そう、はい、だからちょっとまあ、これって、まあ、第2弾なんで、うんうん、前回の話っていうのがどういうものだったのかっていうのを振り返ると、はい、最初だからスペースコロニーにね移住することになっちゃったとしたら、うん、その文化遺産、各国がその自分の国を代表する文化遺産を一つだけ持っていくことができるって言ったら、うん、あなたは何を持っていきますかっていう問いをしてくれたんですよね、うん、でその時ほとんどの人が例えば生島神社とか、うん、あと富士山だとか、うん、なんか美術国宝のね、うん、なんか仏像とか絵とか、うん、まあ、そういうことを選ぶっていうか人たちが多いんですと、うん、でそれっていうのはほとんどこのもう20世紀のずっとずっと前に作られたもので、うん、この20世紀っていう150年間ぐらいに作られたものをまず挙げる人っていうのはいないんだっていう話があったんですよね、うん、でそういうことから見てもじゃあそれってもう地球にもう滅亡しちゃう地球に置いてってもいいよ150年間だったんですよねそこからスタートしたのねそれでもうみんなそうだもうその通りだって経済成長の裏でそうなんですよね、うん、ゴミばっかり作ってたんじゃんみたいなね、うんうん、まあなったわけですよね、うん、で誰も残したいと思わないものをただ一生懸命作ってたとせっせとゴミを作ってるっていうのが今もそうなんです、うん、あその通りだなってことですよね、うん、だからまあ時代背景であったりだとか、うん、その必要ともちろんされて、うん、こういろいろこうやってきてはいるんだけれども、うん、だから果たしてこの先このまま それを続けるんですかっていうね、そう問いかけだったわけですよ、ね、もうちょっとさ頭使おうよって言われたと思うんだよねなんかもっと私たち可能性あるでしょうと、うん、今までのねその技術を使ってガンガン続けていけばいいとかじゃなくて、うん、もっと違うものとして同じような効果、うん、で環境負荷が少ないやり方で、うん、もっと、効果が高いものっていうのを作り出せるでしょっていうね、うん、もっと頭使おうぜって言われた気がするんですよ。でただただこうどんどん作ってじゃんじゃん捨てるみたいな、うん、そのサイクルっておかしくないって、うん、でだってどんどん作ってじゃんじゃん捨ててんのに、うん、世界の中では飢えて死んでいく子どもたちっていうのは減らないし、うん、すごい階層社会で、うん、もう貧富の差が激しくなって、はい、でその世界全体 のインターネットもその別に経済を発展させたわけではなくて、うん、ただ集中をさせただけっていうことが起こったり、うん、じゃどこかにそれだけ集中しちゃうってことはこの集中されちゃったカスカスのとこが出てるってことでしょ、うん、それがこう一つのなんか有機的なものの流れだとしたら相対100が決まってんのにそれが80がブーって一箇所に集まっちゃったら、うん、ものすごい広いとこで20を分かっちゃってる状態になっちゃってて、うん、
まあ、そういうのってこう不均衡が起きちゃってるっていうのはおかしいんじゃないっていう投げかけですよね、うん、でなんか能力のあるなしっていうのは運不運だから、はいはいはい、もし能力を持って生まれたんだったらちゃんとそれを使わなきゃいけないっていう言葉もあったんですけど、うんうん、それは本当おっしゃる通りだなって皆さんうんうんってなっちゃったんですよね、うん、そう、そんだけのことしてて結局自分たちの生産性全然上がってないんだよっていうね、うん、衝撃の事実。そうね、その生産性向上向上と言いながらそう何も変わってないんだよという、何もむしろずっと下がり続けてるっていうことがあって、でも、はい、私たちはそれでも経済を成長させていこうとしてるし、うん、だけどもう勘違いをやめようっていうね、うん、時がもう来てるよっていう。経済成長させるなって言ってるんじゃなくて、うん、もう何が経済成長なのかっていう、うん、その勘違いとかね、うん、なんか経済成長してる気になっちゃうじゃん、なんかスマホとか持ってさ。そうなんですよね、全然成長させてないっていう、うん、で自分たちの実際シビアなお金の話見てみるとさ、税収だってね一つ取ったって、うん、まあ、止める人にとってとか政治的なラインがある人たちにとって有利な状態だからね、うん、でそういう状況って本当になんかいいのみたいなことだったんですよね。でもう、まあ、そういういろんなことがこうなんていうか問題をやっぱりこう新しい問いかけをいっぱい投げ込まれたっていうのが山口周先生の講演会の、ね、うんうん、特徴ですよね。うん、あ、そうかそうかそうだよなみたいな面白い角度がね、そうそうありましたよね、いろんなところから、うん、そうで、まあ、こと日本で言うと、まあ、物質的にはそれだけほら何食べ残しの弁当だってどんどん捨てちゃってるような、うん、要は衣食住のものに関してはそのゴミとして出してる廃棄量の方が増えてるみたいな状態、はい、でそういうことで物質的な満足度っていうのはもう飽和しちゃってきてる、うん、でその飽和の中でってことは物が欲しいと思わないってことじゃない、うん、だからこんまりさんみたいな方が、うん、捨てなさいっていう方に価値富が集中するのは、うん、みんな物に苦しんできてるってことになってると、うん、でだけど経済を成長させるどうやってっていう、うん、まあ、非常にそういうじゃんじゃん作ってどんどん消費させて、うん、それでもう捨てさせようっていう、うん、この構造し経済構造の中で、うん、でもそれってそのまま続けてちゃダメなんだってことは分かってます、うんうん、でそれを切り替えていくってすごい難しい時代には実はいるんだけど、うん、そのこっちの古いシステムのことを、まあ、オールドタイプって言葉を使って、うん、山口周先生がおっしゃってて、はい、でこれから価値観っていうのは完全にニュータイプっていう時代に、うん、もうすでに切り替わってきてる、うん、でそこにすでに切り替わってる方に目を向けて、うん、私たちは生きていきませんかっていう、うん、まあ、提案なんですね、うん、でオールドタイプの常套手段っていうのは要はホラーストーリー、うん、要は問題をわざわざ作り出して脅すっていう、うんうん、あなた本当にそれでいいんですかって、うん、でこんなことも知らないのとか、うんうん、で金持ちになりたいでしょうとか、うん、でこんな成功者ってこういうものなんだよって、あなた本当それでいいのとか、うん、っていうふうに要は脅していくっていうことで問題を作り出して、はいはいはい、その、まあ、ホラーストーリーで売っていくっていうことを、うん、まあ、続けてきてると、うん、で肌一つ取ったって要はこの体型一つ取ったって、うん、いろんな多様性があるのに、うん、一つのスレンダーなモデルみたいなのを、うん、これが美しいみたいなことを盛んに言って、はいはい、でここに近づけてないあなたってダメだよねみたいな、うん、こう劣等感、うん、要は負のエネルギーで稼いでいくみたいなことをやってるわけじゃん。いや本当ね、うん、
本当だ、まあ僕なんか広告のこう仕事に携わらせていただいてるので、うん、まあいろんなところでこう矛盾をね、うん、矛盾というかこう自社のこととか、うん、今までやってきている仕事のこととか、まあ、これからどう表現していこうとか、うん、結構考える話でしたね。考えるよね。うん、うん、だからそういう、うん、はい、どうぞ。ついこの間もうちが使ってたテレビが突然壊れて、うん、で、まあうちの家庭はテレビ世代なので、うん、まあテレビをじゃあもう買い行こうということで行ったんですけど、でそこでまあ今テレビは8年寿命は8年ですからねって店員さんがこう言ってる時に、うん、ふわふわっとこう山口さんの顔がこう浮かんで、はあ、もうそういうねこう捨てるために売られてるんだなみたいなことを思いながら矛盾を感じながら新しいテレビを買ったんですけどそう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 ですよね。うん、うちはそれもう長いもう30もともとなんかテレビがないから、うん、わかんないけど、うん、でもそのそういうことなんだよね、うん、だって長持ちさせるように作ってないわけでしょ。そうなんですよね。壊れるように作られてるってよく言われますけど、それってどうそれってどうなの、それって、うん、それって許されるのみたいな、ね、そうなんですよね。そう話が、まあうん、山口修先生の講演の中で、うんまあ、定義されて、だからそれが経済を回すことだみたいに、うん、こう思わされてるというか、まあ、そう、それが正しいことだっていうふうに、うん、いや捨てて買うっていうことは我々は経済活動に寄与してるんだよっていうふうに思わせられてるというか、うんまあ、それが正しいとされてるってことですよね。そう、それがまあマーケティングの世界っていう、うんまあ、ホラーストーリーのマーケティングの世界っていうのと、うん、つながってる現象っていうかね、うん、でもう実はそんなそういうもうマーケティングっていうのは、うんまあ、フィリップ・コトラーさんがおっしゃってからた定義ですけど、うん、そういうそれがいい悪いじゃなくて、うん、そうじゃなくてそういう時代を経てきたからこそ、うん、今その自分たちの勘違いに気づいて、うん、少しずつでもいいし一歩ずつでもいいから、うん、そのニュータイプの方に移っていく、うん、それをみんなでやろうよっていうふうに、うん、おっしゃってくれると思うんですよね、うんでそのそういう意味でこういろんな古いフレームワークっていうのを自分たちの頭の中でもあるわけじゃない、うん、例えば今テラがおっしゃってくださったように、はい、その一つの消費構造の中に自分がいたら、うん、その考え方に別に疑問に思うこともないわけじゃない、うん、で何か人間の物事の考え方っていう型っていうぐらいに、うん、何かに当てはめて自己解釈を繰り返してるわけだよね、うん、でそのものの一つにそのもう古くなってるフレームっていうのから脱却しようよっていうので、うん、山口修先生が提示したのがマズローだよね、うん、あれも衝撃だったな。そう、5段階欲求っていう、はいはいはい、まあ1個は、まあ、生理的な、うんまあ、生き死にみたいな、うん、あ食べるとかねそういうの、うん、で安全、うん、でどっかに所属してて承認されて自己実現っていう、うん、この5つの段階っていうのは、うん、をよく話に出す人 いるんだけど、うん、これって本当にそうですかって、うん、で実際だって人と会いたくないっていうのが価値が取れたり、うん、要は承認所属しなくていいっていう、うん、お一人様キャンプとかね、はいはいはい、そういうところに皆さんお金かけたりとか、うん、あとは別に全然生産的じゃないこと、うん、もうすごく手間がかかって、うん、意味が分かんないってものの方が、うん、高価格帯で、うん、長生きできるブランドとして継続できたりっていうので、そのライカのねカメラのライカの話を出してもらって、うん、はいはい
てくれたと思うんですけど、はいはい、だからなんかもっと便利に快適にっていうのが、うん、そのマズローの5段階欲求の世界ではあったと、うんうん、でもそのもっと便利で快適っていうのを追い続けてきた、うん、今私たちにとってそれじゃないものっていうのは、うん、あ、私確かに生きてるなって、うん、自分の命をに値する、うん、自分が生きてるってことが実感できる、うん、あ、私ここにいるんだってことが、うん、あの、なんていうか、自分の中でこうスクッとなる、うん、みたいな時間や体験ってものに、うん、実は価値が移ってきてるんだっていう、うん、お話があって、そこからこの役に立つ立たないと意味があるないっていうあの4証言の映画、うん、はいはいはい、で示してくれたわけですね、うん、で役に立つことと意味があるっていうのは全く違うことなんだと、うん、でここで大事なのは別に役に立つことが悪いって言ってるわけじゃありませんよって、なんかこれがねすぐねなんかね意味があるものじゃない、うん、なきゃいけないんだよ、役に立っちゃいけないんだよみたいな、なんか極端な極論でね、そうそう、うん、じゃなくて役に立つっていうものが、うん、その全く意味をなさないってことを言ってるんじゃなくて、うん、今私たちがこういう環境破壊、うん、温暖化とか、うん、ね、みんなくたびれてる、うん、なんかラッキー、嬉しい、今日もこんな電車に乗って会社行くんだみたいな人一人も見たことないな、満員電車の中で、まずとにかくみんな疲弊してるって、はいはい、で疲れちゃってる、うん、でそんなに疲れてるのに、うん、生産性が上がってないっていう、うん、そういう状態っていうのは、うん、やっぱり何かがかけ違ってる、はい、何かその自分たちとズレが起きてる、うん、っていうことだから、そのズレを見ていこうよっていうことで、うん、その役に立つと意味があるっていう2つの言葉を出されてるだけであって、どっちがいい悪いって話をしてるわけじゃないんですよね。そのズレを見ていくときに自分にとって意味があるっていうこと、そこのポイントを見つけていこうよと、はい、っていうことだと思うんですよ、うん、でその一つがその要は、その役に立つっていう方だと、ものすごく量、その数量、どれぐらい売れるのとか、はい、どれぐらいの確率でそれは成功するのとか、うん、そういう数量化されたものだけを良しとするんだけど、うん、実はその人間本来の衝動っていうのは、そんな数量化なんか全然気にしないと、うん、冒険したい人は、うん、成功する確率とかを考えてやめるってことはしなくて、うん、成功角度を上げていくための自分の行動を掛け算していく、うん、でどれぐらい儲けるのなんてアーティストは考えてなくて、うん、もうとにかく自分はこれを描きたいんだみたいな、うん、衝動で描くっていう、うん、何かその本能的衝動的なこととその技術的に習得していくことと両方あるけれども、うん、だからアートとサイエンス、うん、そしてクラフトっていう、うん、あのミンツバーグ先生が言ってる、うん、その3つのバランスっていうのがすごく、うん、今までだったらサイエンスとクラフトだけだったわけだよね、うん、量作れるようになると、こんなものを作りました、じゃあそれたくさんの人に使ってもらいたいって言って量を作られるようになる仕組みを作りました、うん、みんな喜びましたっていう時代があって、でもそれが行き渡っちゃうと、そこから次の時代っていうステージに行くっていう、移行していくっていう時を迎えていて、うん、でその時はあの人間本来の衝動、ビジネスっていうのに衝動っていうものを持ち込む、なぜなら今までビジネスは衝動を排除してきたから、うん、はい、だからなんか感情的になって喋るとかっていうのは、うん、ビジネスの場ではありえないわけじゃん、うんうん、とかなんか感覚的にこうなんですとかっていうのがなんか許される現場の方が少ないじゃない、うん、でそうじゃなくて、そのビジネスの中でじゃあ排除してきたものを、うん、実はそれを回復させていくっていう、うん、その思考回路の新しい回復
自分たちが使わないようにしよう、使わないようにしようとしてきたものを、うん、今度はそれを使っていこう、使っていこうっていう、うん、それがニュータイプなわけでね、うん、要はオールドタイプはそういう衝動的なものとか、うん、感覚的なものとか五感的なものとか、うん、感情的なものっていうのは、うん、仕事とかビジネスとか発想の現場からは削除してきたわけ、うん、それはお前だけだろってことで、うん、みんなはそう思わないみたいな言葉でね、うん、でもみんなっていうみんながいなくなっちゃったのもう、うん、だってみんなが欲しがるものがないわけだから。うん、山口周さんの言葉で言うと、昔はみんなが欲しいってものがあったわけ、みんながあったわけよ。冷蔵庫欲しいとか、うん、掃除機欲しいとか、洗濯機欲しいとか、うん、クーラー欲しいとか、うん、でそういう時はもうバーってなってたわけよね、うん、その経済成長もね、はい、でもそれのみんながいないの、今もうみんなが、うん、もうお一人お一人っていうさ、うんうん、一人一人の個性っていう、一人一人が可能性を秘めているっていう時代になってるから、うん、そういう意味でも数量ではなくて質になってるわけだよね、うん、でその質的転換っていうものになってた時に、じゃあ排除して効率よくしようとしてた、まあ、してきたこと、うん、その排除をしてきたものこそ回復させるっていう、うん、それがあのニュータイプってことなんだよね、うん、あの衝動っていうのはそのか、まあ、僕らよくその感性を磨くとか、うん、まあ、感性を、うん、あの呼び起こすとか、うん、まあ、そんなこともこの経営の勉強会の中ではや、うん、話したりはするんですけど、うん、そことこうすごく似てるなって思って聞いてたんですけど、そういうところでそういう解釈ですかね。そうそう、感性っていうのは、うん、あのね、実は磨くもんじゃなくて、うん、取り戻すものなんだよね、自分の中にある。そう、あ、だ感性は、うん、あのなんていうのかね、感性が、うん、あの感性ってアンテナなんだよね、うん、こう有機的な、うん、触覚っていうの、こういう昆虫のさ、うん、で何かに触れた時にどう感じるかっていうものが伝わるわけよね、自分の心とか魂とか体とかに。でこの枝葉を小さくしようとかね、しないと生きてこれなかったわけよ、今までの時代は。我慢しようと、とかあとこの本数を減らすとかっていう風に、どっちかっていうと感覚を閉じるっていう方向で生きてきたわけね。だって感覚を閉じるってことをしなかったら、満員電車の乗ってかいあんなに毎日通えないし、こんあのいろんな食事とかも単純に栄養と餌だみたいな感じで生きてられないじゃない。やっぱ美味しいっていうのは感性だしさ、快適も感性だし、それの何を快適とするか何を美味しさとするかっていうのは個別性があるわけだけど、それをどっちかっていうとその感じさせないようにしようっていうので、うん、でこうでそれをもう一回取り戻すっていうことが、うんうん、まず感性はだから、閉じてるものから磨くというより、うん、あの開くってことだね。開くね。あ、で感性をまあ開いていくっていう、うん、ことが、一つ言えるね。覚醒か。そうそう、自己覚醒だね。そう、自己覚醒。うん、でそのだからこう、うーんっていうのをわーって開いていくみたいな、うん、そういう目覚めるとかね、うん、っていう時代になってるっていうことなんだよね。でその時の衝動っていうのは、うん、何に心を動かされるかを知るってこと、うん、自分が。おまりちゃんのときめき、そうそう、ときめき、うん、ときめくとか、うん、まあなんかすごくあのなんなんていうの、なんとなすごい集中しちゃうってことだよね、うん、いやときめくって集中してるんだよね、全集中、そう全集中全集中もう黙の呼吸だよ、黙の呼吸だ、そうそうそう、うん、全集中、またその全集中ですね、うんうんうん、の状態ってことだよね、うん、
でその全集中常駐っていうのができるようになると柱の最低条件だから、うん、ねちょっとねまだそっちの話になっちゃうとあれだけど最終巻も結局そういうことだもんね話そういうことそういうこと、うん、ね。でそうすると、まあ、例えばあの喜怒哀楽みたいなものをもっと見直すっていう言葉を、うん、あの山口周先生が言ってたけど、うん、子どもの時にめちゃくちゃ喜んだことって何ですかとか、はい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 、めちゃくちゃ嬉しかったことって何とか、うん、めちゃくちゃ頭にきたこと何なのと、うん、めちゃくちゃ悲しかったことって何なんですかって、うん、そうめちゃくちゃどその喜怒哀楽うん、自分と対話してみてくださいっていう、うん、あの提案がありましたけどそういうこと、うん、まさにでもあれじゃんねあの千年睦巳会でやっているビーイングのそうあの子供の時のね取り組みとかね、うんうん、自己発見プログラムのそう自己発見プログラムもそうなんですよね内容とかそことバッチリそう重なる本当にね話だよね本当にこの教会でやってることは、うん、ニュータイプだよですね、うんうん、もうねそれをあの山口周私たちは野生型野生型野生型のあので野生のね野生あのこの力で これが絶対必要だみたくしてやってきたけど、うんうん今回山口周先生のお話によって、うん、それがもう理路整然と裏付けられたっていうのがまあこれまあ教会的な喜びでありました、ね、教会としてはね喜びでね、うん、ああよかった、よかったこれでよかったこれでよかったんだみたいなますます暴れないとってことでしょそうそうそう2021年は暴れるぞみたいなねそういうふうにはなったぐらいこの自分の心ね、うんうん、心が何に動かされてるかっていうのを、うん、それはねなんて誰かに伝えなきゃいけないとかではなくて、うん、自分で自分を知るっていうのが、うんまあ、そこからスタートすると思いますね、うん、でそれを、まあ、あの教会は自分軸、うん、自分経営ってはい読んでるわけですけど、うん、その自分の衝動をする知るっていうのは、うんまあ、大事だとじゃあなんで衝動を知るのが大事なのっていうと、うん、本当の課題を発見するために必要なんですよね、うん、で山口周さんの話の中に、うん、周先生の話の中にこうありたい姿と現状、うんうん、はいこのギャップに問題を見つけるんだって、うん、話があったじゃないですか、うん、あれ教会のメソッドと同じだからね本当だよね、うん、あれうちの会社でもいつも年度方針作るときにはそれでやってるんだけど、うん、あっちじゃんと思ってもうゾクゾクしましたそうあそこいやーってやってるやってるとか思ったらそうそう、ね、そうもうゆうこりの本みんな買わないとダメだよ。そうだよ。私の本に全て書いてあるから。書いてあるもんね。フレームワークが。フレームワークが、うんそうです。ニュータイプになるフレームワークだよね、あれ。そうですね。うん。それ、解明して、もう一回出し直した。本当だよね。うん。その、要は、ありたい、どうありたいかっていうのは衝動とつながってるわけよ。うん。もうそうせざるを得ないとかね、はいはいはい、もう夢中になっちゃうってことだから、うん、だからその衝動と結びついてるからありたい姿っていうのを描くためには衝動をまず自分の心が何に動いているかっていうのを知るそうするとありたい姿っていうのが、まあ、描ける描きやすいそこはそれでしょだからこの現状はどうであれっていうとこですよね。そうそう、現状は関係ないんだよ。うん。どうしてもそこの今はこうだからとか、そこにこう引っ張られる人っていうか、まあ自分自身もそういう時はありますけど、やっぱそこがすごく感じるとこですよね。今から未来を見るんじゃなくてっていうね。そうそうそう。これがね、言葉で言うと簡単じゃないですか。うん。
自分はどうありたいか描きましょうとかっつって、うんうん、これがねなかなかなんですよ。なかなか手強いの、うん、やっぱり今テラがおっしゃってくださったように、うん、この自分の持っている思い込み、うん、とかこの過去の経験っていうのがやっぱり自分の、あの資料になってくるから、うん、脳が参照していく、うん、だからねどうしてもねその枠っていうところから逃れられないあり方っていうのを描いちゃう場合が多いんですよ、うん、でだから私たちみたいな、うん、第三者、うん、その人の人生はその人が当事者だし、うん、その人が主人公だし、うん、この世界はその人の世界はその人が作り出してるし、うん、っていうところなんだけども、うん、私たちみたいな第三者がその人の鏡になることによって、うん、あれって言って、うん、ちょっと自分の鏡うん、脳の中の鏡と、うん、この人が映し出してくれる鏡にこうズレが出てくると、うん、そこがこれが揺さぶりだよね、うん、で揺さぶられると初めてあれもしかしたら私って、うん、例えばこの物質を、うん、あのこういう物質をこうとしか見てなかった、うん、でも実はこう見てる、うん、こともできるんだって、うん、だから自分は劣等感があって、うん、大していい大学も出てないし、うん、勉強もできないと、うん、だけどなんかあのラーメン二郎はいっぱい食べてるみたいな、うん、え、ラーメン二郎食べてるのすごいじゃん、それ記事にしようよみたいな、うん、もう大好きなんですみたいな、うん、そうするとラーメン二郎を一緒に行ってほしいっていう人たちがこの人にコンタクト取って、うん、ラーメン二郎、自分の好きなことを語りながら、うん、自分が好きなラーメンを食べれるみたいになって、うんうんうん、それもこっちの付き合ってほしい、初めて食べてみたいんですっていう人がこの人の分のラーメンを出してくれるようになるから、うんうん、自分の好きなラーメンをタダで食べれるようになるみたいなことが起きるわけじゃないですか、うん、だからその衝動、うん、まあ、それちょっとありたい姿じゃないんだけど、うんうん、まあ、その自分のを見るっていう角度っていうのは様々なんですよね、うん、でも自分自身で自分を見るときっていうのは、うん、だいたい同じ一つのアングルで見てるんですよ、うん、でレオナルド・ダ・ヴィンチも言ってたけど、うん、最低限ものを知るっていうためには3つの異なる角度から見るってことが大切であるって書いてますけど、はい、だからその3つの異なる角度から見るってことが自動的にはできないんだよね。うん、だそこはトレーニングする必要があって、うん、それがまあ私たちがやっているその自己発見プログラムだとか、うん、ビーイングを見極めるあのビーイングセッションだったりするわけです、うん、でそこで本当の衝動、うん、あ、これが自分にとって一番大事だったんだとか、うん、まあ、これがあるともう本当にワクワクしてくるみたいな、うん、ものを見つけてもらって、うん、まあ、それは再発見よね、要は、うん、それ再発見してもらって、じゃあそれを軸にした本当の自分のありたい姿って何っていうのを描いて、うん、はい、で現状こうですよねって、うん、あるんだったら、うん、じゃあ全然ダメだじゃなくて、うん、このありたい姿と現状のギャップに課題が隠されてると、うん、それが問いの発見じゃないですか、うん、問題を見つけていくっていう、うん、それがでその問題解決が実は本来的な価値を作り出していくんだっていう、うん、そういうお話があったと思うんですよね、うん、だからこのありたい姿に根ざすっていうのが、うん、すごくあの重要なことで、それがあのエレガントに生きていくっていう、うん、でつまりそのビジネスに真善美っていう、うん、あの意識、はい、まあ、美意識を持ち込みましょうと、うん、何を美しいとするのか、うん、どんなものを美しいと感じるのか、うん、でなんかルールとか法律とかじゃなくて道徳、うんうん、倫理観、やっぱり思いやりとかさ、うん、あるじゃないですか、でそういうのであったりとか、まあ、そのデータで物事を見るだけじゃなくて、うん、もう五感とか肌触りとか、うん、匂いとか直感的なこととか、う
そういうものも取り入れていく、うん、だその要は理性的なサイエンスの領域っていうのはデータで論理思考で、うん、でなんかルールを決めて要は再現性を訓練するみたいなところがあって、うん、でだから事例を見るっていうようなこういうスキームでまあ成り立ってるんだけど、うん、それだけじゃなくてってことね、それが悪いって言ってんじゃなくて、うん、それだけじゃなくてプラスもうビジネスの現場には持ち込むなって言われていた、うん、例えば道徳的な観念とか倫理的な観念とか感性とか直感とか五感とかで感じることっていうものを同じ同等の扱いね、うん、同等のいい悪いじゃなくて同等に扱って自分自身っていうものを自分の頭で考えていきましょうと、うんうん、で考えるってことをしないといけない時代ですよと、うん、誰も答えは出してくれない、うん、だって正解はないから、うん、でそのじゃあその自分の頭で考えるっていう力ってどうやってつけたらいいですかっていうなんかまあ質問が出て、うんまあ、それが今回一番お伝えしようと思ってた、うん、この新しい時代を迎え入れるための自分自身の開き方のヒントになるようなことなんですけど、うんうん、それはまずその歴史を学ぶっていうのは一つありますよねって話があったと思うんですね。はい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 。その歴史っていうものを学ぶと何がいいかっていうと、うん、人間の頭のポンコツ具合が分かりますっていろいろ表現がねそう面白いですよね。そう人間の頭がいかにポンコツでだったかまた、うんまあ、ポンコツか、うん、でも人間には自分も含まれてると、うんだから人間の頭がポンコツだって分かると自分の意見のポン、うん、自分の、まあ、頭のポンコツさも分かる、うん、だからいろんな人の考えを知るってことをしようとしますよっていう、うんうんうん、だからこの人の話はいいとか、うん、この人の話は悪いとかってすぐジャッジするじゃない、うん、はいはいはい。でそのジャッジっていう判定する、うん、裁くっていう発想はオールドタイプなんだよ、うん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 評論家？そう、評論家は、うん、で、そのニュータイプはジャッジじゃないから、うん、裁くんじゃなくて自分の判断だから、うん、自分の決断だから、うん、だから全部材料なわけよ、はい、だからあおっしゃることもっともっていう何事でも一理あるじゃん、うん、その人の立場からおっしゃっていただいて、うんあ確かに一理あるなと、うん、であれば何か伝え方間違えちゃってるのか、うん、何か違う展開で示さなきゃいけないのか、うん、っていうヒントをくれてるわけだよね、はい、でそれをねなんかこうジャッジするっていう発想がやっぱオールドタイプだなってそのジャッジの歴史っていうのがなんかポンコツさだなって私は思うんですけど、うん、どっちがいいか悪いかとかね、正義、うん、正義じゃないとか、うん、であいつは劣ってるこっちは優れてるっていう、うん、そのもう二元的な、うん、あのジャッジが、まあ、いろんなものを作り出しちゃってる、うん、支配されると支配するとかね、うん、でそうじゃなくてやっぱり人間一人一人が、うん、さっき言った開いていくっていう、うん、ところにニュータイプっていうものの、 あの原動力っていうのは隠されているんで、うん、そっちに移ってきてる、うん、でそのポンコツさっていうものを、まあ、知った上で、まあ、歴史をちゃんと学んでみるといいですよねと、うん、でそうするとポンコツ具合が分かりますよと、はい、でそうするといろんな考えを知るってことが大事です、うん、こういうお話の、まあ、流れだったんだけど、うん、でそのいろんな考えを知るっていう中でだんだん自分の直感が分かってくる直感がね直感だから、うん、その歴史の流れやいろんな人の考えを聞くと、うん、あこういうふうなことだからこういうことがもしかしたら起きるかもしれないぞとか、うん、視座が高まるっていうことですかね。そうそう、うん、でそういうものっていうのを自分の中で養っていくっていうのが、まあ、2つ目、うん、はい。で3つ目は、うん、長く続いているっていうものは、うん、やはり正しい、う
長い時間圧に耐えてるってものは、うん、もうピョンと出た企業より、うん、500年続いてる企業の方が、うん、英知が隠されてる、うん、でそういうことを思うと、うん、日本ってすごく文化的な国ですよね、はい、だからいろんなこう可能性や価値を秘めてるわけですよね、うん、だからやっぱり日本がこれから世界に果たしていく役割、うん、日本が発信していくことっていうのはすごく大事なあの、まあ、ニュータイプのシフトにおいてすごく大事な役割を果たすんじゃないかっていうのは、うん、山口先生の話聞いてて思いましたけども、うん、でそのまあ、長く続いているっていうものにからには何か英知が隠されているので、うんまあ、それそこから学び取ることができるというのがまああったんですよね、うん、でその山口周先生としてはもっと分かち合う社会になっていく、はい、要はどこかに局所的に富が集中したり、うんできる人とできない人ができたりとかじゃなくて、うんまあ、できる人はできない人を助けるのは当たり前だし、うん、でそのできない人っていうのをなんか排除するとかではなくて、はい、その人はやっぱりその人の役割があってこの世に生まれてきてるし、うん、でこの緩やかな関係性のつながりの中で分かち合う公平な世界、うんまあ、フラットな世界っていうのがやっぱり次の時代の 一つの世界の見方としてあるんではなかろうかっていうことを、うんまあ、私たちに、まあ、メッセージングしてくれたわけですよね、うん、でそれは私もあのそうだなと思っていて、うん、あの私って、まあ、子供の時からカリスマが大嫌いだからあそうなんだそうあと一人のねそうあと権なんで権利をこう集中して持ってる人だから先生とか嫌いだったわけ。あその間違ったことを言ってんのに、はいはいはい、その権力でみんなを、うん、この指導するっていう、うん、それでもうめちゃくちゃ教託の前の席にされたりとかしてそう辛い小学校時代を送りましたけどもそのまあそういうのはちょっと置いといても、うんっていうこう一人一人が発揮する要はみんなを一色にするんじゃなくて、うん、いろんな色いろんな音いろんな肌触り、うん、そういうもののこの関係性のうねりが本当の人間の力だと思う、うん、でそれをきっとこの自然環境であったりとか、うん、あとはそのものの、あの作るっていう考え方や生み出すっていう考え方や、うん、それを破壊していくって考え方やうん、そういうものにつなげていくっていうために、うん、分かち合う社会っていうのがもうベースになっていくってことが私はあの望んでますっていう、うんうん、でそれを描いているのでそのための活動っていうのを自分はしているっていうお話をしてくださったわけですね、うん、それをね言い続けるってねそう簡単なことではないのは分かってるって言ってましたもんね、うん、おっしゃってましたね、うんうん、でもビーイングバリュー協会もそれと同じじゃないですか、うん、そうですねなんかすげえなんかこうカリスマ、うん、あの経営者がいて、うん、その人の経営手腕を学ぼうみたいな関係性じゃなくて、うん、このいろんなその個性を持った集団が、うん、この掛け算で取り組んでいくみたいなね、うん、スタイルとか、うん、それっていうのはこう分かち合うスタイルなんですよね、うんでその場にその場その場で応じた自分の働きをするっていう、うん、だからなんかその映画っていうと七人の侍みたいな、うんまあ、それぞれ得意不得意あるし人格的にもどうかって思うところがあったとしても、うん、何か一つのプロジェクトに臨むってなった時にこのプロジェクトの息っていうものだけは了解したっていう状態で、うん、自分たちができること自分ができることをそのうねりの中でどうやって発揮していくかって考えながら関わっていくっていう、うんうん、それでまあティールですよねティール型の組織とか、うん、いろんな新しい言葉では言われてるけど昔からあるわけよね、うんうん、でそのそういうそれが分かち合いの社会の一つの姿だと思ってうん、日本っていうのはまあそういうことがやりやすい状態に実はあるんじゃないかなと思ったりもしまして、
るのを、まあ、山口周先生の話から感じたところですね。うん、でそれがだからなんかこう例えば石油資源は枯渇するからそれを奪い合うみたいな社会ではなくて、うん、あるものがそのある持っているってものが特権になるんじゃなくて、うん、それがこう分かち合う状態にするっていう、うん、そういう構造が実はできるんじゃないかなっていう、うん、すごく前向きな明るいお話をしてくださった、うん、と思います。あっという間の本当1時間でしたよね。山口さんの喋り続けちゃったけど。うん。うん、あ、違う違う、その講演の時も。あ、講演はあっという間。あっという間でしたよね。うん。うん、あ、それでまあ、もうなんか、その参加してくださった方も、うん、後からそのアーカイブで見てくださった方も、うん、もう本当に自分の商売を振り返りましたってね。おっしゃってくださって、そうですね。そう、それぐらい皆さんなんか衝撃を受けてね。うん。だからここでどうこう小さなアクションを起こせるかっていうのがすごく問われてるわけですよね。そう。うん。なんかそこはすごく思うところですけど。うん。そうなんですね。そのなんかこうなんかね、もっとまあ私、うん、これは山口周先生の言葉ではないんですけど、うん、私がその彼が話してくださった内容、伝えてくださったことっていうもの、うん、それでまたその、まあ、彼が語っている姿から。うん、なんかこうすごく力が抜けた軽い感じっていうかね、うん、穏やかな感じの、うん、雰囲気とかから感じたのは、うん、やっぱりその一人っていう存在、うん、私一人っていう存在の可能性って、うん、ものすごい大きいなと思いましたね。私一人の可能性、うん、それぞれがよ、うんうんうん、だから寺だったら寺自身、うん、私だったら私自身、うん、でこの個別に存在している、うん、この個っていうものの可能性、うん、この人たちの力、はい、っていうのはすごいんだな、うん、これを発揮する時代なんだなと思いましたね。ただなんか国が先頭を切ってやってくれるとか、うん、こういう例えば経済的に疲弊してきてて、うん、みんながストレスフルで、うん、大体物が行き渡っちゃって、うん、でオールドタイプの構造化の中で、うん、ニュータイプに切り替わっていくっていう時に、うん、なんかそういうなんか大きな力が何かをしてくれるっていうのを待つんじゃなくて、うん、この小さな力こそ、うん、すごい役割を発揮するって感じましたね。うん、でそれはその彼 の, 山口周先生が最後提示してくれた、うん、IKEA の取り組み、はい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 、動画でね、動画で、うん、あれってこうじゃないですか、はい、でこのつながりが、うん、ああいううねりを作るわけですよね、うん、だからもしかしたらその株式会社とか、うん、のスタイルっていうのはもっと共同体としての、うん、まあこの協会もそうだけど、うん、例えば一般社団法人とか、うん、そういう昔あったそのなんとか組合みたいな感じの、うん、の共同体、生きるっていう生活の共同体として、うん、なんかもっと変容を起こしていくっていう、うんうん、風になっていくのではないかなとか、うん、でそうなった時にやっぱり自分たちがどういう自分自身がどんな人であるかっていうことによって、うん、そのつながりっていうのがいろんな様相を持つじゃないですか、うん、だからやっぱりこの自分の力っていうのを、うん、小さな力を侮りすぎてる、はいはいはい、これもね思い込みの姿だと思うんですよね。なんかその大企業はすごいとか、は
はいはいはい、同情してる人はすごいとか、なんかなんとか先生はすごいとか、なんとかなんちゃら大学で何をやった人はすごいとか、なんかそういうね、なんていうの、階層を作っちゃうことの思考、あの人は特別、私はダメっていう発想、それでもやめようってこと。ね、共同体で思い出したけど、マズローの欲求5段階説の、さらにこう上があって、6段目に、その共同体発展の欲求っていうのがあるっていう、以前にこう聞いたことがあって、それはすごくこう腑に落ちましたけどね。今そのコミュニティとか、特にこう今の時代っていうのはそういうところ、っていうのは。マズロー自体があの5段階欲求のあの段階を間違ってたって、晩年修正したからね。なるほどね。そう、まあでもそれをこううまく使ってというか、いう時代というかね、そういう背景もあったんだろうけれども、でもそのこれからね、そこをこういかに変えていくかというか、そう、はい、やっぱりその自分の中に自分がの思い込みって、さっき言ったような、なんか特別な人たちだけがこの世界を変えていけるって思ってるのも思い込みなんですよ。でそれってフラットで公平な世界じゃないじゃないですか。はい、もう自分から階層を作っちゃってるわけ。でそうじゃないよってことを、でそのために自分自身っていうものを、感覚感性を開いていくっていう、でそこで美意識って言葉を使われてると思うんですよ。なんかコメントが一個来てますね、チャットで。秋部さんっていうのかな、自分がどんな衝動で働いているのかわからないんです。知りたいっていう。知りたいね。うん。えらい。まずね、知りたいと思うことが素晴らしい。そうですよね。いや、その、で、衝動があって、じゃ衝動を、この衝動を続けていくために、じゃ単純に生活っていうものの安全性のためにこの仕事をやろうっていうことでも全然 OK なわけだし。そう、仕事の中で衝動自体を変えていく、あの関わらせるってこともできるし、仕事以外の活動、例えば何か、あの NPO 法人の活動に参加するとかね、なんかそういうものをやるためにまずはこちらでしっかり仕事をして信頼できる人間性っていうものを自分の中で磨き上げようっていう考え方もあるし、そういう、まあ、なあの一概的にその一筋にしなさいっていうわけではないけれども、その衝動っていうもの、自分が何にワクワクするか、自分が何に喜びを見出してるか、自分が何にあのこのなんて嬉しさとか悲しみっていうのを感じるかっていうものは、自己理解はあの進めるってことはすごく大事なことですよね。そうですよね。やっぱりこうちょっとこう立ち止まってちょっと振り返るみたいな、自分がどんな時に怒りを感じるんだろうとか、どんな時に悲しみを感じるんだろうとか、なんかそういうのをこういろいろいっぱい書き出すとかね。そうね、それだけでも何かこう見えてくるものが、そうやっぱこれはね、自己発見プログラムやらなきゃダメだな、そうですね、そのメッセージだったのかな、山口先生の。そう、やっぱりそのあり方とかビーイングってみんな求めてるよ。だからその自分自身もそうだしね。やっぱそうね、もうやっぱりこの特にこの今コロナになってガーッとね、もうなんか自分の殻の中に閉じこもってしまって、周りのこう雑音に右往左往させられてしまってる人たちっていうのがなんか増えてる感じもするし。もう本当ね、あの、なんていうの？なんていうの？なんかね、ちょっとね、距離を置く必要があるね。
あの今あのこういう なんていうのかな、なんか雑音が多い時、うん、で自分を不安がらせるっていうさ、うん、で正しく対応する自分なりによ、うん、なんかその国的にとかじゃなくてね、うん、そうじゃなくて私がどう感じるか、うん、で私はこう思うから帰ったら手を洗うしうがいはしますとか、うんうん、私はこう思うからマナーとして電車の中でもマスクをしようとか、うんうん、まあ、それ私の判断だからね、うん、だから私がどう思うかが一番大事なんで、うん、そのためのこの情報を、うん、あの自分が不安な時って不安がらせてもらう情報をいっぱい見ちゃうのよ、うん、だからそのさっき山口周先生の言葉で言うといろんなことをって言ったらいろんな人の意見を聞くっていう、うん、いろんな考えに触れるってことが大事ですねって、うん、それ同じことなんですよね、うん、だからいろんな考えを見た上で、うん、あだったら私だったらこうするなと、うん、でだからといって人を説得する必要ないし、うん、あ私はこう感じたのよあなたはそうなのねって言って、うん、もう両方 OK なわけだ。そうですね、それが本当の意味でのこう多様性を受け入れる社会というかね。そう、だから多様なの、もともと多様なのを多様じゃないふりしてたわけでしょ。だ感覚を縮めてたから。だからあの分かりやすい簡単な方に処理をしてたわけだよね。男はこういうものである。女はこういうものである。女のがこうだ。男の格好だっていうふうに、うん、まあ、非常に分かりやすく処理をしてたわけですよね。でそれが悪いって言ってるんじゃなくて、うん、それであの良かった時代もあるわけよね、うん、で今はもっと個別性が高くなってるから、うん、そう個別性が高くなっているっていうことを前提にした、うん、みんなの呼吸のしやすさ、うん、っていうものにどんどん世界が前向きに変わっていくっていう方の側にいようよってことね、うんを、まあ、どうせだったらそっちで楽しくやりませんかっていう。はい、うん、ありがとうございます。あっという間にもう1時間が経ってしまいまして、はい、まだまだ話したいところですけれども、うん、ちょっと最後に少しだけあのインフォメーションをさせてもらってよろしいですかね。はい、まあ、せっかくなんであの山口周先生を、取り上げさせていただいてたので、今月末かな、12月21日ですね、新刊が出されるということで、ビジネスの未来、エコノミーにヒューマニティを取り戻す単行本ということで、またちょっと面白い。ヒューマニティっていうね。うん。ヒューマニティ、うん、そう、ヒューマニティっていうのがまあキーワードですよね。ね、うん。なんかこう、噂では、我々が今回の千年ブランド祭りでもやってるような、そのリベラルアーツとかね。そう。なんかその辺の話も。我々すごいね。聞いてますんで。うん、ちょっと山口先生とはちょっと長くいろいろとなんか絡められたら嬉しいですね。ね。うん。はい。というのと、あとこの木の呼吸ということで、はい。毎週木曜日ですね。毎週木曜日の夜にこの YouTube ライブをお届けしています。はい、1の方、2の方、3の方、4の方と。で今日先週はこのビーイング1の方で一目ラジオということで、まあ、ワイワイ、これはわちゃわちゃと、協会理事が集まって、話を、面白、楽しく話をしてます。10の美意識というのを中心にね。で、今日がこの2の方で、行った気になる千年ブランド祭りですね。まあ、ゆうこりんがこう徹底、解体をするライブになってます。次回が1月の7日ですね。もう2021年。いいな。いい。いないな。いないな。いないなの日ね。いないなの日。はい。にやりますので、またぜひ楽しみにしてください。で、来週が3の方、読んだ気になる読書会ということで、
今回は店長というですね、協会のメンバーがお話をしていただきますので。で、C の方、クレイジーに生きようぜということで、このクレイジーな経営者ですね。まあ、これは組織の経営者も個人もそうですし、いろんなそのクレイジーな人、まあ、自分のあり方軸で生きてる人ですね。っていうこと、人たちをこう、我々がこうインタビューを行ってですね、インタビューを通しながら、いろいろと、これもトークをしていくということで、やっておりますので、ぜひ皆さん、木曜日の夜は開けといていただければなと思います。はい。はい、ということでですね、もう12月最後の行った気になる千年ブランド祭りになりましたけど、参加していただいた方は1月の5日までね、この、アーカイブ配信、千年ブランド祭りの山口先生の講演とか、他の講演すべて1月5日まで見れますので、ぜひ振り返りも含めてお休みの時に見てくださいねということで、本日はこれにて終わりにしたいと思います。はい。はい、じゃあ、ゆうこりん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、皆さん。